初めて三国志13を遊ぶアキミロです。はい、続きやってきます。前回は一度ゲームオーバーになって初めからやり直しました。ちょっと今回すでになんか勢力目標がジョナンじゃないな、河野と深夜攻略だったかなになってるんで、なんか前回と似たような動きになってきてるんですけど、まあなんとかね、巡殺とか訓練して、とにかく戦争で負けないように頑張ってみようと思います。あとあれですね、今河野に法政がいるので法政投与できるように頑張ってみます。やるぞ。ただ今巡殺やってくれって長州さんに言われちゃったんで、これ1回だけやったらすぐ河野に向かいます。任務を預かっております。何、深夜攻めをしてくれと言われました。まあ、やるしかない。出陣、我が命に変えましても。我が命に変えましても、深夜確か2日で行ける距離なんですよね。はい、到着。深夜戦です。まあ、からしろなんでね、これは絶対取れますね。はい、帰ってきました。新たな任務、法政さん投与仕掛けます。申し上げます。リゲンも今いましたね。リゲンは誰かしらが投与しようとしてるみたいですけど、私は法政さんを何が何でもゲットしたい。法政かなり優秀ですからね。すぐ向かうぞ。任務を預かっております。何、今度は河野攻略の指揮を取ると。くそ、移動する前に行ってくれ。我が命に変えましても。くー、一回戻ってますね。タカタッ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 と。はい、到着で時間進めると、お、リゲンが核の説得に応じて投与を受けましたね。敵に寝返った者がおります。何、縁の要衆か早々に寝返りました。頼むよ君主、せっかく投与してもね、褒美上げなきゃ取られちゃうんだって。まあ上げてても罹患の刑とかされてる可能性ありますけど。はい、河野も攻略です。でもからしろですけど、政略使命が達成されました。進軍だと入れるわけじゃないのか。報告します。お、論功行賞です。私は功績第2位です。やっぱこれ解散するしかないのかな。再編成は何なんだろう。編成元河野、いやよくわからんな。やっぱ解散しかないのか。全ての武将の兵が所属都市に帰還し、兵器感染の費用が戻ります。はじめ報告します。ん、これ表情か。ジョナン攻略、もうマジで前回となんか似た流れになってるな。深夜ちょっと拒否。こたびは諦めて。ああ、親近感下がった。法政の投与をさせてくれ。法政の投与。はい、再び法政の登用。まあ成功の確率はないって言われてるんですけどね。仲良くなって何としてでも申し上げ、すまん、諦めて。どうも使用できて、さっき断っちゃったから。こっちは理覚軍か。ダメ、申し上げ、すまん、ダメだ、何度やってもダメだ。マジか。じゃあ巡殺ちょっと一回だけやろう。申し上げまする。すまん、諦めてくれ。命令を拒否しておきながらってすげえ根に持たれてる。マジか。もう特権使ってやるならば。あれ、特権だと軍事と外交しかできないの。なんだと。これは一回宴会でも開いて、ちょっと長州さんのご機嫌取りましょうか。来てくれたらいいんですけど。変わりないか。女皇が来て、スー氏が来ました。長州さん来ない。あー、ついに法政がいなくなっちゃいました。これどこかの勢力に取られたかもしれません。くー、せっかく強い武将を投与できるチャンスだったのに、もう在野いないですよ。いやー、断ったのは間違いでしたね。巡殺すらやらせてくれませんからね。すまん、諦めて。前には命令を拒否しておきながらって、もう相当根に持ってますよ。もう僕には何もやらせないつもりのようです。依頼でもこなしておきましょうか。
巨匠にいる孫娘を助けてくれと、これ前も見たイベントですね。もうこれはカットです。お、巨匠での孫娘救出のイベント終わった後、長州様からようやく指示が来ました。騎兵か、私は騎兵適性低いんで20ぐらいにしときましょう。了解じゃ。まあこれを引き受ければ次からは私のやりたいことをやらせてくれるでしょう。おーっと、196年6月長円が長子に撃たれました。便器が後を継いだようです。もし構わん。お、ついにこっちからの仕事の提案承諾してくれました。巡殺頑張ります。とにかくこのね、増加兵役を増やしたいんですよね。我らはこれで兵を増やして、少なくとも円だけは絶対落とされないようにしたい。そういう気持ちで私はひたすら巡殺と訓練をやっていきます。誰かね、武将発見できたら東洋行きたいんですけど。任務を預かっております。おっと、序南攻略の一員として参加せよと。マジか、本当に前回と同じように攻めてるな。我が君に。大丈夫かな。敵軍が領内に向け進出しました。流氷軍が攻めてきました。ちょっとジョナン攻めてる場合じゃないよ。我が領内に向け進出しました。何、にも攻めてきた。ちょっと長州様、攻めてる場合じゃないよ。お、深夜を目指してくれと。さすがにやべえと分かったようですね。27,000。守りきれるか、これは。あらゆる手を打て。3部隊ですね。ちょっとどう動くか様子見ましょうか。左右に1部隊ずつ。あー、徐行とか自分で動かせないのか、これ、核も。コンピューターがどう戦うのか、ちょっと様子を見るのもありっちゃありですね。門の上に行ってるのか、2部隊とも。私も弓兵だから、門の上行くか。門の上から撃てるのかな。行くか。あ、撃ってる撃ってる。任務を預かっております。なんだ、重臣だ。軍事重臣に任命されました。これが先になってれば自分がコントロールできたのかな。ちょっと格差立艦の刑しようぜ。これやればなんだろう、兵が減るのかな。どうだろう、こうしてはいかがか。士気が下がってるだけか。これでも攻撃指示できてるぞ。あれか、もしかしてさっきの軍事中心になったことで命令できるようになったとかか。騎兵は弓兵に確か強いんで、ジョコは向かわせましょう。これ誰だ、これ甲冑だ。甲冑若くねなんかパッと見老人って感じがしなかったんですけど、今見てても。攻撃一切承知。攻撃行くか。でこっちは優勝不屈、我が大野の旅となれ。コーチ相手じゃ結構やべえか。 でも陛下の愛称で押せてる気がする。お、隙はなかった。海領を倒せましたね。あとは流氷だけか。よし、この2部隊も先に甲冑倒すよう指示しましょう。進むのじゃ。オッケー。と思ったら流氷が動いてきた。どうしてはいかがか。まあいっか、まずはこっち優先だ。やっぱり覚悟を決めましょう。旅となれ。一騎打ちを返しました。完成するかしないか、受ける受けないは選べないんだ。甲冑が徐行を押し取りました。はぁ、マジでちょっと待てよ、撃ち取ったってことはなくなったってこと。わしの本気を見せてやろう。ちょっと待ってよ、ジョコを打ち死にしたんじゃねえのこれ。さあどうだ、リカンド系で気力ダウン、援軍来とる。しかもすげえ数だ。マジか、ちょっと移動お任せあれ。やばい、みんな士気下がれ。おいおい、せいぜい甘くない。うおー、ダメだ。これぞ老練の戦術という怪物。実力じゃ。全部大怪物しました。いや、かなり頑張ったと思うんですけどね、あと一歩が足りなかった。帰還すぐ向かうぞ。それよりも徐行です。徐行マジで討ち取られたって言ってたの、いなくなったっ
ってことなのかな。マジでいない、ジョコをマジで失礼しました。終わった。このデータも無理だ。この貧弱武将たちでどうしろと。ジョコさーん、なんで甲虫に撃たれちゃうんだよ。お、縁にて商業が高まり遊技場が建設されました。へえ、みんな頑張ってくれてるね。私は軍備の方を優先する。行くぞ。賊見つけるたびにね倒してるんですけど、侮るなよ。できればこの一発で終わってほしい。ああ終わんないになるんですよね。まあ、大体ね、もう集中した後必殺すれば終わりなんですよ。あれ終わんなかった、マジか。敵に寝返った者がおります。おっと、縁の利権が早々に寝返りました。これダメかな、本当に。なんか天の時思い出すな。なんか一武将でやる三国志ナンバリング、ある程度やっぱ強い勢力じゃないとなんかどん詰まりになる気がする。なんかスーシーに誘われたな。ダウンはこれで親近感アップです。60まで来ましたね。いやでも諦めるな俺。まだね、天のように何か仕事しようとして敵が攻めてくるとかじゃない、一応何かしらできてるから。粘って粘ってやっていれば何か見えるかもしれない。まあ、今回ね、ジョコが打ち取られちゃったんであれですけど、ジョコが生きてさえいればなんとかなるかもしれない。農耕交渉1位です。めっちゃ仕事してます。忘れませぬぞ。もう一応6品館まで上がっております。行くぞ。おお、曹操軍の劉壁が巨匠にいて角度説得の呪文軍の配下となりました。引き抜いてきた。まあ利権の代わりにはならないけど嬉しいですね。いや、いいぞ、どんどん引き抜こうぜ。お、なんだ、小社子が相談したいことがあるそうです。武器の手本を見せてほしいと。いいでしょう、一騎打ちを行う。小社子と一騎打ちです。すまんな小社子さん、あなたも本来なら強いんだけど、私命が惜しい、もう98なんですよ。侮るなよ。そう、これでも食らえ。全将軍の力見せてやる。ただ相手は一騎を持ってるんだよな。初めから2つも持ってるよ、なんか気力みたいなやつ。闘志か。こっちも闘志を貯める。うわー、一撃でだいぶ追いつかれた。相手防御と集中か、崩しだ。集中だった。でもすげえダメージ入った。攻撃だ、くらえ。あとはいろいろできるな向こう。攻撃だ、オッケー、勝ちました。小瀬さん、いい勝負でしたよ。武力経験値アップ、さすがは君良って。まあね、一気教えてくんないかな。あの特技欲しいよ。兵たちはだいぶテンション上がったようです。おっと、馬頭軍が長安制圧しました。そして私、兵頭将軍です。忘れませぬぞ。これで統率と武力がまた1アップです。敵軍が我が領内に向け出陣しました。おっと、縁に向かって攻めてきた。滅亡か生存か、運命の時近づいてきております。はい、流氷軍の攻撃が開始されました。これどうすればいいんだ。出陣、縁申し上げまする。構わん。よし、防衛、自動編成。え、無理なく編成できる都市がありません。ちょっとどういうこと。みんな出ようぜ。さすがに放置したら終わるよ。皆の者、出陣だ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでぼーっとしてんの。進軍、流氷勢、戦おうぜ。戦わないともう終わりよ。
皆の考えが対戦よし全軍の指揮任せてください。私にって言ってももう兵力的に超やばい。相手の兵力4万5100ですからね。こっちの約3倍、城攻めには3倍の兵力が必要と言いますが、その兵力を持ってきた。くらえ渾身の一撃受けてみよう。渾身の一撃受けてみよう。考えた集中砲火だ。さらに未関係相手の士気を下げる。せいぜい甘くない。ちょっと下がってかないで。これ甲冑か。甲冑をここで黒叩きにするんだ。いいね集中砲火。わしの本気を見せてやろう。本気を見せてやろうって。やらせん。士気を下げる。せいぜい甘くない。いけいけよし屈辱じゃ。甲冑倒しました。次は進むのじゃ。こいつだ。これは海領か海越か。海領ですね。いけいけ1対4ならいける。正気だ。さあ縄文突破された。まずいまずい。やばいよやばいよ。本陣が超狙われてる。しかし我らもここで下がったら負ける気がする。あ、でも相手下がってきてる下がってきてる。さすがに総大将がピンチと見て下がってきたようです。義文長を止められるものなどおらん。やべえ敵本陣取られた。197列さんが長所君が滅亡しました。2回目の滅亡です。マジかー。まあ、他のね弱小勢力に使えるという手もあるんですけど、いやまだちょっと悔しい。まだね長生さんのところでもなんとかできる気がする。上皇がマジで討ち取られなければワンチャンって気がするんですよ。はい、ということでもう一回やり直しです。さあ行くぞ。はい、3回目のチャレンジとなります。条件は何も変えておりません。今度の始まりはまた1回目の時と同じように右上からでしたね。おっと3回目で新しい動きが入りました。まだ全然長生さん生きてるんですけど、楽ように進行せよと。これは新しいです。了解じゃ了解じゃ。敵を相当いたす。この状態でイベント発生したらどうなるんだろう。2回ともコードから城になって円に移動してたんですけど、落葉こっちのものになるんでしょうか。お、韓国艦制圧です。でそのまま落葉到着。えいえい。おー初めて落葉を落としました。任務を預かっております。ん、楊州の投用を命じられましたね。断るとな大変な目に遭うからな。やるしかない。帰還すぐ向かうぞ。おっと今度は円攻略です。あ、ちなみにもう徐行とかも投用成功してますね。我が命に代えましても。私は楊州さんを投用しただけですけど勝手にやってくれてます。これはレッツゴーですね。イベントが起きる前に円も落葉を落とすって初めてのパターンですね。動員0日出陣。はい、長生軍が円を制圧しました。これは何とも言えない。長生軍の勢力使命が達成された。今までと明らかに違う。その他って何なんだろう。待機分離個別解散。いやもう解散でいい。始めるぞ。帰るぞ。高農にて農業が高まり貯水池が建設されました。へえ、やっぱり今回全然違いますね。ちょっと劉備と呂布のイベントが発生するまで何とも言えないんですけど、今のところ3都市あって襲われてないんでいい感じ。ああ、孫坂謙虚制圧です。そして劉陽軍滅亡。変わりありませんか。そして私七品官に昇格です。
ペース的には悪くないんじゃないかな。今現状こんな感じですね。楽よ、武将5人いるのか。で、行動が4人、縁が1人か。在野にまだ武将が1人いるな。これは登用したいけど、陽鳳さんか。隣はもうダメだな。成功の可能性はほぼありません。本当かな、仲良くすればいけるんじゃないか。私は諦めずに登用頑張ってみようと思います。宴会からだ。長生様に楽に急ぎ来るようにとのことです。あら、なんか、こんにちは。顔を見たくなってな。任務変えられちゃったみたいですね。はい、楽陽に到着しました。ここでどうしろと。あ、もしかして私楽陽所属に変えられちゃったのか。すごいそんな気がする。まず民心あげたいかな。あ、でも自分だけじゃなくて他の人も支持できるな。てか還元もいるじゃん。私自身巡察。妙浜は敵に寝返った者がおります。おっと、落葉の還元が早々に寝返りました。還元能力は大したこととないとはいえね、武将の数は大いに越したことはないんで、マジかって感じですね。この、そして伊藤将軍です。忘れはせるぞ。統率武力プラス2。どうも、はじめまして。おっと、総則の順位が来ました。提案いたします。裏切れません。お断りいたす。実はね、カットしてるんですけど、威嚇軍の準優からもね、スカウト来てたんですよね。断りましたけど。いやー、君の能力優秀ですからね。それは皆さん欲しいですよね。族一撃だし。決着。目標まであと6か。はい、仕事へ6品館に昇格となりました。結構ここまでは来れてるんですよね。宝物もいただきました。そして気になるのが、196年になってるんですけど、やっぱりあのいつもあるイベントが発生してないんですよね。あの呂布が曹操軍たちにやられるっていうイベントが起きたんですけど、その後のイベントかが起きてない気がするんですよね。なんかいつもそのイベントが起きると長生さんもお亡くなりになって、で行動から縁に移るっていう感じなんですけど、なんかその流れが今回来てない気がします。何か条件が違ったんでしょうね。今回何が悪かったのか分かってないんですけど、まあこっちとしてはね、長生さんも生きてるしいい感じだと思います。とりあえず一回今回ここでやめたいと思います。次回は 1,2 回目とは違う歴史をたどってなんとか勝てるように頑張っていきたいと思います。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録とコメントいただけるとめっちゃ嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今度こそ生き延びたい。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。